こんばんは。お疲れ様、愛藤ちゃん。お疲れ様です。疲れた？大丈夫大丈夫。愛藤ちゃん、帰りどうやって帰るん？自転車で。電動チャリで？そうそう。大チャリ？大チャリ。大チャリ最高？最高。うんうん。横になった。いいかな、真ん中じゃない。寄りすぎたかも。おいしょ。大丈夫これ。大丈夫。大丈夫。よかった。はみ出してないか。おいしょ。伊藤ちゃんがずっと頑張っとるから。うん。Uber Eatsのお届け物。え？何それ何それ、夏目ウーバーイーツの何それ、何それ、ツナサンド、何それ、マジマジありがとう、ツナチーズトーストマジか、これパイナップルマジかやつ、伊藤ちゃんプレゼントありがとう、はい、どうマジかどうありがとうございます。甘いもん食うぐらいに嬉しい、うん、じゃあ最高級、それはそうだね、あ、よかった、じゃあ頑張りましょう、この後も、はい、はい、本日ラストのポスター貼りです。もうないもんね、伊藤ちゃん、うん、残りは月曜と火曜日に頑張ります。もう全にも負けず、お疲れ様、伊藤ちゃん。お疲れ様です。疲れた？大丈夫大丈夫。コロナでさ、自粛しとったやん、うん、どう体調は？ああ、体調は大丈夫。あの、議員会館行ってたしね、うんうん、ずっと。でもほら、なんか引きこもってたらなんか太っちゃうとか言ってさっき。あ、そうそう、太る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 。何キロ太った愛藤ちゃん、コロナで？分かってないからね、うん、あの、太る可能性があるっていうだけだね。ああ、分かんないか、そうそう、感覚としては、うん、うん、はい、ということで、毎日ポスター貼り頑張ってる伊藤ちゃんと荒川区の公園で乾杯。乾杯。お疲れ様。お疲れ様です。まあ、まだちょっとね、貼り残しもあるし、ポスターも足りてなかったので、また明日明後日、まあ、今週にかけて頑張りたいと思います。じゃあ、秋が作ったツナサンド一緒に食べて終わります。はい、バイバイ。ぶっ壊すからの、いってらっしゃい。都知事選挙に、都知事選挙に負けない。バイバーイ。